威勢よく響く担ぎ手の掛け声。総勢250人が参加するみこし研ぎが午前10時に札幌市の三好神社を出発しました。この後午後1時半まで市内中心部を5キロ以上にわたって練り歩きます。札幌市内は今日午前10時までの最高気温が21度と天候にも恵まれ、絶好の祭り日和となりました。三好神社例大祭は境内に露店が出店しているほか、午後からは子どもみこしや子ども相撲などが予定されています。